皆さんこんにちは、猫背のアジト。今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日からですね、新企画1ヶ月チャレンジというのを皆さんと一緒にやっていこうと思います。はい、皆さんの中にはですね、ストレッチだったりとかエクササイズは毎日やった方がいいなっていうふうに思っている方結構多くいらっしゃると思うんですけれども、実際に一人でそういったねストレッチやエクササイズを続けられる方っていうのはそんなに多くないなと思います。私自身もやっぱりちょっとね疲れてたりとか、お酒飲んで帰ってきた日とかはねちょっと嫌だなと思ってそのまま寝ちゃうこととかもねあるので、ただこういった企画を通してですね、仲間と共にみんなでやっていくことで1ヶ月間頑張れる方も中にはいらっしゃるかなというふうに思います。そして、すごくハードな枠ではなくて基本的な呼吸だったりとか簡単なストレッチエクササイズの運動をしていく中でですね、少しでも運動に興味を持ってくれる方が増えたりですね、ご自身の体と向き合うですねきっかけになったらいいなというふうに思っております。このチャンネルの中ではですね、もちろん姿勢改善、猫背改善というのを歌っているんですけれども、体というのはすごくいろんな場所ですね、いろんな部位が連携をしていて、どこかが悪くなるとどこかが影響を受けるよ、そんなね連動性の話なんかもさせていただいておりますので、この30日の中ではですね、できるだけ全身くまなく動かせるようなプログラムで30日間構成しようと思っておりますので、30日後にはですね体の状態が変わっている方というのが大きくいらっしゃると思います。そして何日か繰り返していく中で、あ、この日の動きっていうのは自分にとってすごく大事な動きだなって思うエクササイズだったりストレッチが出てくると思いますので、そういった時にはですねちょっとそのエクササイズをそれ以降のでも継続してもらうっていうような形で使ってもらうといいかなと思います。なので、1日目から30日目までを全部をコンプリートするのももちろん OK ですし、やっていく中でここのワークはすごく大事だなというところは繰り返しね実施してもらうというような使い方でも全然 OK です。はい、そしてぜひですねコメント欄に今日頑張ったよっていうのをご自身のスタンプカードのようにですねコメントしていっていただけるとすごくいいかなというふうに思います。そうやってね、周りで頑張っている仲間がいることで一緒にね励まし合いながらですね運動していければいいなというふうに思ってますので、ぜひ実施した際はですねコメント欄に頑張ったよっていうねコメントをねしていただければと思います。そして今日のこの一つ目の動画に関してはぜひですね皆さん30日間頑張るよっていう決意表明をねコメント欄にしていただければと思います。周りにですね頑張るよとかやるよっていうふうに宣言することで、最後までのですね到達できるパーセンテージですね、成功確率っていうのはすごく高められていきますので、しっかりと僕はこれをやるんだ、私はこれをできるんだっていうのをぜひね宣言をコメント欄に書いていただければと思います。初日のワークはですねとても重要な呼吸のエクササイズワークになっておりますので、はい、呼吸はですねこれからストレッチやエクササイズをしていく中で必ず行っていくものになりますし、1日ね人間は2万回以上の呼吸をしているというふうに言われておりますので、しっかりとその呼吸からねお伝えしていければと思いますので、ぜひ皆さん初日の動画に進んでいってください。それでは皆さん1ヶ月一緒に頑張っていきましょう。